two, three, come on。 皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ本日も始まりましたトッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はドイツの戦車レオパルト正式決定でございます。アメリカのエイブラムスも正式決定。そして本日はですね、次の話題、戦闘機ですね。F-16 の情報というのも少しありますので、それ付け加えてお話をしていこうと思います。では参ります。ですね、まあ、昨日の動画で最後を締めくくりで、まだ政府からの正式発表まだなので、それを待ちたいと思いますということで、昨日の動画締めくくりました。撮影日は現在1月の26日ですけれども、昨日25日の夜の段階で、10時ぐらいかな、段階で大手もですね、正式に発表がありましたということで報じてきたというところでございます。NHK 行きましょう。こちらでございます。ドイツ、ウクライナに戦車供与を発表、ロシア強く反発ということで、1月25日、ドイツが腹くくって正式に発表しました。うん。これはですね、最高の誕生日プレゼントになったんじゃないかななんていう気がしますね。1月25日というのは、ウクライナの大統領、ゼレンスキーさんの誕生日だったわけですね。うん、この日にくしくも、まあ、発表されたというところでございます。実はですね、もう一つ、まあ、ゼレンスキーさんの誕生日プレゼントで発表されたわけではないんですけれども、もう一つ、ゼレンスキーさんのもう誕生日を祝うかのような出来事が、もう一個実は隠れた情報があります。それは何かというと、少し戦車から離れるんですけれども、まあこちらでございますね。今、ロシアが占領しているウクライナのクリミア半島ですね。クリミアと、あとはロシア領土内のベルゴロドというところ。この二つでですね、テレビチャンネルがハッキングされまして、ゼレンスキーさんの顔がバンって映ってですね、ゼレンスキーさんの演説が放送されたということでございまして、まあ、くしくもこれも1月25日に起こったということで、ハッカー集団からゼレンスキーさんへの誕生日プレゼントだったのかもしれないという、そういうお話でございます。では、話を戦車に戻していきましょう。アメリカも決断しましたね。出ていた情報は、ウォール・ストリート・ジャーナルの情報正しかったということですけれども、主力戦車のエイブラムス31両をウクライナに提供するということでございますね。で、昨日もお話ししましたけれども、特殊なエンジンを積んでます。ガスタービンエンジンだそうですね。コメントありがとうございます。ガスタービンエンジンを積んでいて、ジェット機用の燃料が使えるんですけども、で、専用の燃料を作っているんですけれども、ディーゼルでも一応動きます。というものになりますね。で、アメリカだけで使っている戦車ではないので、そもそもこの特殊な燃料に関しても輸送ルートがすでにあって、ポーランドにも持ち込んでいる状態ですね。ただし、この31両の数を増やしていって、ウクライナの戦場での主力にするかっていうと、もうレオパルトが決まったので、レオパルトの呼び水としてのエイブラムスというところでも役割はある程度終えているのかなという気がします。ただし戦場で活躍することはまあ間違いないんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあアメリカも決断をしました。これが多分ですね、ドイツと水面下で話し合われていた結果じゃないかなというような気が、まあ個人的にはしておりますということですね。で、現在ですね、レオパルトがどれくらい配置されているのかというのが、なんかね、テレビの多分番組のボードみたいなやつを切り抜いて、SNS に貼ってくれた方がいるんですけれども、ちょっと見ましょうか。こういう感じのものですね。これもともとですね、外国のメディアが作った表にカナダを足して、あとスロバキアが1台だけ持ってるんですけども、スロバキアを抜いてカナダを足して、まあ、日本のテレビ局が図にしたものじゃないかなと思います。数とか配置とかほぼ一緒なので。うん。というようなものなんですけども、こんな感じでレオパルトが散らばっているそうですね。うん。で、今のところ、12カ国が名乗りを上げていて、だいたい100両ぐらいのレオパルトが、ウクライナに渡るって言われてますね。うん。で、100両なので、まあ、1個旅団近くということになる。一応2個大隊分、ドイツは頑張って都合つけるみたいなことを今言ってますね。2個大隊。なんで、80両から100両ぐらいですね。これぐらいの数がウクライナに第一弾として渡るんじゃないかと言われてますけれども、まあ、こんなに域内にはあるわけですよ。うん。なので、ウクライナが求める300両、1個旅団分になりますけれども、300両というのはそんな難しい数字ではないし、まあ、第一弾としてはその、3分の1ぐらいにとどまるということですね。ただし、これだけありますということです。そんな中で、現在、ウクライナへの、
戦車の供与がですね、もうすでに決まっているもの、もしくは計画検討されているものっていうところでいくと、今発表されている大体100両ぐらいというよりも多い数になるんですよ。ちょっとそれ表にまとめてみたので、それをちょっとご覧いただきたいと思います。まずはですね、供与が確定しているもの。ドイツがまあレオパルト14両、ポーランドをレオパルト14両、そしてイギリスがチャレンジャー2、これも14両、アメリカ、エイブラムス、これが31両ですね。これが今確定をしてます。で、この合計ですでに73両あります。チャレンジャー2とエイブラムスが入ってますけどね。73両ある。で、現在計画しているとか検討しているとかっていうものですね。ただし、ほぼもう決まると思いますけれども、それが、ポルトガル、レオパルトが4両、スペイン、レオパルト、これ最大で53両だと思ってください。まだちょっとね、数があやふやですけれども、最大で53両。ノルウェー、レオパルト8両、フィンランド、レオパルト14両、デンマーク、レオパルト6両、スウェーデン、レオパルト、これで、ね、ストリッツバグンっていう名前になってて、スウェーデン語で戦車っていう意味なんですけれども、レオパルトの改良版ですね。レオパルトと思っといていいみたいです。で、これに関してはまだ数がわかりませんというところ、で、フランスがルクレールというフランスの戦車があります。これも相当強いみたいですけどね。で、このルクレールに関してもちょっと数は未定だそうですけれども、フランスが検討しているという状況でございます。ということで、計画とか検討しているものが85両プラスアルファということになります。数が決まってないスウェーデンとフランスがあるんで。ということになるので、レオパルトだけではなくて、まあ、エイブラムスとかも足していくと、160両近くかなぐらいにはなりますね。というところ。で、ここから、チャレンジャーとエイブラムスと、ルクレール。を引かなければいけないということになるので、だいたい50両ぐらいを引くということになる。110両ぐらいかな。今のところはだいたい決まっているかなという形になりますね。こういう状況になります。これが第1弾になるんじゃないかなというところでございます。でですね、SNS を見ていますと、戦車好きの方々がもうかなり今興奮しているわけですよ。うん、まあ、世界中のもう そのなぜ、戦車の、最強ランキングみたいな、戦車ランキングみたいなところでいくと、トップ10に入るような戦車が今、ウクライナの地に集まってるわけですね。で、そこで、イスラエルのメルカバーという戦車があるんですけども、このメルカバー来てくんないかなっていう声が非常に上がってる。あとね、韓国のブラックパンサーというのがむちゃくちゃ強いらしいですね。4メーターぐらいの川であれば、潜水でそのまま渡れるとかっていう、これからむちゃくちゃ売れるんじゃないかっていうふうに言われてますけどね。うん、まあその宣伝のためにも、韓国ですね。もしも、可能であればですね、ウクライナにブラックパンサーを送ってもらいたいなという気がします。もしくはブラックパンサーが今後、レオパルトがウクライナに供与されることで、ヨーロッパでものすごい売れる可能性があるんですよ。そしたら、他の国がウクライナにブラックパンサーを供与することに対して、韓国は得意のだんまりを決め込んでもらいたいなという気がします。あと、イタリアのアリエテという戦車も強いみたいですね。アリエテという戦車。ただし、これはですね、あんまり生産されてないということで、まあ、可能性としてはほぼないだろうというふうに言われています。イスラエルのメルカバなんですけれども、イスラエルから現在ウクライナに、こういった戦車が供与される可能性というのは実は低いんですよ。実は低い。しかし、もしかしたら、4月、5月ぐらいに、イスラエルとロシアの関係がこじれて、メルカバが供与されるっていう事態になる可能性は少しだけありますって話。どういうことかというと、こちらご覧ください。ですね、ロシアがイランからドローンとか、あと、まあ、ミサイルをですね、供与、買ってるっていう話がありますよね。ドローンは確実に買ってます。あと、長距離ミサイルも、もう、お金払ったってことも言われてるんですけれども、これのお返しとして、ロシアが、スホーイ SU-35 ですね。この戦闘機を、イランに提供したという情報が入っていて、で、これが早ければ、4月かな ?4 月ぐらいに納品されるみたいです。うん。で、これ本当に納品されると、イスラエルは、むちゃくちゃ怒ると思いますね。うん。むちゃくちゃ怒るはずです。ってなった時に、イスラエルが、もう、これはもう我慢ならんということで、ウクライナ支援というのをイスラエルもやると言った時に、メルカバが提供される可能性は、まあ、わずかばかりですけれども、あります。ただしですね、この、ロシアの戦闘機をイランに送るっていう話は、少しですね、揉めている可能性というのがあります。揉めている可能性。どういうことかというと、神パパさんでございますけれども、今年に入ってからですね、イランの外相が、
ドンバス地方とクリミア併合は認めないと。ロシアが一方的に併合して自分の国になったって言ってるけど、イランとしてはそれ認めませんっていうことを発表してるんですね。ちょっと戦闘機渡す渡さないのところで、イランとロシアが揉めていて、まあイランがこういう発表したんじゃないかなっていうような読み筋も見えてくるので、うん。ちょっとまあ、これ静観する必要があるかなと思いますね。戦闘機が本当に渡ったらイスラエルブチ切れる可能性がある。で、戦闘機が渡らなければ、まあ、イランという独裁国家が強化されないし、あとロシアもやっぱりもう戦闘機足りないよねっていう話にもなるので、どちらにせよというところですね。うん、というところで、これはまた4月、5月ぐらいに話上がってくると思いますので、上がってきたらまた皆様と共有をさせていただきたいというふうに思います。ここでですね、戦車の話の次に行きたいんですけれども、もう戦車がこうやって決まってきましたんで、だから次は戦闘機って話にやっぱなるわけですよ。で、アメリカの F-16 という戦闘機、いろんな国が持ってますので、これをウクライナに供与するのかしないのかというところになりますけれども、ドイツは今回レオパルトをウクライナに提供するという代わりに戦闘機はしませんよっていうことをわざわざ添えました。これはロシアを刺激しないためにまあつけた、もう十分刺激しちゃってるんで、もうそんなこと言わなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、相変わらずまあ気使ってるということになりますよね。この戦闘機に関して情報はほとんど出てきていないんですけれども、実はですね、うん、お前が喋っちゃいかんだろうっていう人が喋っちゃってるんですよ。誰かと言いますと、こちらの人ですね。フランク・セント・ジョンさんという方でございまして、ロッキード・マーチン社のチーフ・オペレーティング・オフィサーの人です。まあ要するに執行役員みたいな人ですよね。うん。チーフオペレーティングオフィサーなんで。執行責任者とかそんな感じですよね。うん。このフランク・セント・ジョンさんが、フィナンシャル・タイムズのインタビューを受けています。フィナンシャル・タイムズ行きましょう。こちらでございます。で、この記事の中で何が言われているかというと、ロッキード・マーチン社に対して、ウクライナに F-16 を、供与したいから協力してくれっていう話は企業には直接は来ていないと。直接は来ていないんだけれども、実は、今西側陣営で、この戦闘機をどうするんだっていう活発な議論が あるから、もし、その、供与することになった時のために、増産体制の準備はもう、ロッキード・マーチン社としてはしているっていうことを喋っちゃってますね。うん。なので、将来的に F-16 戦闘機を、まあ、ウクライナに供与する可能性が結構あるもんだから、企業側としても、増産体制もう取らないとまずいぞと。空白ができるんで、また売ってくれ、売ってくれって話になるから、必要になってくるから、増産体制取ってますっていうことですね。うん。ということを喋っちゃいましたということで、戦車まだ第1弾なのでね、ここから第2弾、第3弾ということで、ウクライナが求める、300両、少なくても300両、まあ、加減としてですね、送るとして、その後やっぱ話に出てくる、もしくはそれと並行して話が出てくるのは戦闘機 F-16 ということになりますけれども、実はですね、表に出てきてないだけで、ロッキード・マーチン社が準備するぐらい水面下では議論が行われてますよってことが現在地として分かっているというお話でございます。では最後にですね、ちょっとですね、気になる発言がありましたので、最後エクストラでちょっと気になる発言、森さんですね。こちらでございます。はい、森本首相、ロシア敗北考えられず、ウクライナ支援を疑問視ということですが、ですね、うん、まあ平時の首相なんですよね、優秀な方だと私は思うんですけれども、やはりですね、今回ゼレンスキーさん見ても思うんですが、平時で優秀な人と戦時で優秀な、有事の時に優秀な人っていうのは全然また人が違うんだなっていうことをすごく思いますね。日本で両方とも優秀なのが多分安倍さんだったんですけれども、うん。安倍さんの力は今頼ることできませんので、我々の力でまたやっていくしかないということなんですけれども、森さんがですね、ロシアが負けることはまず考えられないと。そういう事態になればもっと大変なことが起きるということで、ロシアが負けたら核戦争になっちゃうよっていうことを言ってるわけですね。で、さらに日本が今までロシアとの関係積み上げてきたものが台無しになってしまうと。うん。全部ひっくり返ってしまうみたいなことを言ってるんですけれども、日本とロシアで積み上げてきたことを台無しにしたのはロシアですね、まず。ロシアの方です。この尻拭いを日本がしてやる必要は全くないわけです。なぜかというと、日本も、不利益を被るような侵略戦争をしているから、民主主義を壊すような戦争をしているから、日本としては擁護できませんよね。さらに、ロシアがもし負けてしまうと、核戦争になるかもしれないっていう、まあ、ちょっとドキッとするような脅し文句を使ってるんですが、これですね、
あの、ロシアの元大統領のメドベージェフさんが言っていることと同じことを言っているわけですよ。通常戦力によって核保有国を敗北させれば核戦争を引き起こすぞっていうことを言ってる。つまり、通常戦力しか持ってないような国は、核を持ってる国の言いなりになれっていうことを言ってるわけです。核を持ってる国が、通常戦力しか持っていない国に侵略戦争を仕掛けてきたら、土地を差し出せって言ってるんですよね。むちゃくちゃな理屈を言っていて、あの、森さんはですね、これと、この議論とほぼ同じことをくしくも言ってしまっているっていうことなんですよ。つまり、世界秩序をぶっ壊してでもロシア勝たせろっていう話を森さんはしているんですね。なので、違和感しかないという話になりますね。うん。平時における有能さと、有事における有能さというところで、ちょっとね、森さん、まあ、もしかしたらご高齢というのはあるのかもしれませんけれども、うん、ちょっとですね、目線がおかしくなってんじゃないかなという気がいたします。もしロシアの侵略戦争を核戦争になるからということで、ロシアに譲歩してウクライナ支援しないと、民主主義の墓場になっても構わないということをするんであれば、これからの世界はもう一回帝国主義時代に戻りますからね。そんな無責任なことを、政治家でしかも日本の首相をやった方が、それは言うべきじゃないんじゃないかなっていう気がしてしまいます。はい。というところでですね、本日は、レオパルト正式に決まりました。エイブラムス正式に決まりました。そして、現在100両、2個大隊分を整えると言ってますけれども、予定としてはもう少しの数があるよということ。さらに言うと、戦闘機の議論も活発に行われている、F-16 の議論も活発に行われているんだということを、ロッキード・マーチン社のお偉いさんがすでに喋っていますというお話でございます。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。